おじこじ。受けていい。受けていい。これくらい目は立って、ちょうどよく見る。そしたらここにグラニュー糖を入れます。別に 5g も 10g も関係ない。91やりました。92。別のところで割りゃいいんだけどね。よいしょ。2個入れまーす。あ、ごめん。チーズケーキは適当やからね。適当な仕事で食べてます。46入りました。これが48歳。中クリーム、はい、77入りましたね。別に気にしない。このクリーミーなレインボーが出来上がると思います。で米粉が何分になってる？ 20g になってるから23にしよう。だから23g にしな、しよう。これ冷静にいこう。 OK 24。 あ、3に戻った。そうやで、キルシュってあのさくらんぼのお酒なんやけど、なかったら別に入れなくていいのかな。うちこれ入れてもらうけどもどうかと思う。はい、ならこんなんやから。普段はまあマスクして手袋して仕込んでるけど、普段から分量なんてこんなもん持ってる。はい、そしてこれをこす合ってんのかな。なんかいつもこうやって1個ずつやけへんから、全然分量がよく分からへんなんよね。レシピ本作る時も、よく分からへんかった。別に全然何でもいいねん。こすところ見えんのかな。見えてる？見えてる。機械で混ぜちゃってんねんけど、うちはもう全部手作業やから、まあ数少なくても、まあでもよそのチーズケーキ屋さんよりは焼いてんのかな。売れるからね。あかんか。まあでもそれでも焼いたやつを売る。それを繰り返しております。なんか今でもチーズケーキ仕込んでるし、チーズケーキを盛り付けてるのは俺やから、焼いてるのはスタッフにも焼いてもらったりしてるんやけど、なんていうの、いつまでたってもいい動画撮れるところやったよ。サクッと。永遠危なっかしいっていうのもいいんじゃない。ダメかな。入れる。これも入れる。ここは割とちゃんといこう。ごめんとおかしくなるからね。かけ風で60、30、60、90というふうに30ずつ、あ、違った。なんか急に慎重になっちゃった。あかんよね。60、次90。いやでも結構過ぎてたよ。いいね、慎重と言いつつ、まあ、本当に適当でいいのよ。これ別に
何だっていいのよ。とりあえずやってほしい。今それ入れる前90だったのに。いいね、いいね。これで120。120やな、次。で、これはある程度やらないと、綺麗なレインボーにならないから、ここ割と守ってほしいね。ちょっと厳しかった。これが120。赤。これぐらい。次、オレンジ。これぐらい。次、黄色。わからんないな。これぐらい。これ薄かろうが、何だろうか好みで全然大丈夫です。緑。でもあんまりこういってね、なんかもう食べる気もせえへん。食べる気せえへんって言ったらこんな。青。最後紫は青と赤混ぜます。OK。そしたらこれが下、一番下の赤。なんか一個焼いては冷まして、あ、1個注いでは冷ましてとかって言われるんですけど、全然そんなことなくて、どん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 流し込んでいっちゃいます。これオイルあるのよね、こうスプレーでシャーってするやつ。そんなのないやろ。ペーパーでこう、あれ忘れた、待ってて。横には全然別に引く必要ないのかなと思います。引いてみてる。まず赤、次にオレンジ、もうほんと手早くね、手早くやるのがコツかな。なんか職人技のテレビとかにこれで誘われたけど断りました。誰でもできるから。そして中に落としてる感じ、この中に落ちてることによって切った時に層ができます。綺麗なね、こうだろ、こう。次黄色、ゆっくりやってて、この生地が硬くなってしまうと下に全然落ち込んでいかへんから、まあまあスピードが大事。こんなのね、大量生産。能率も効率も悪い、こんなケーキ。行こう。お店や、これなんか簡単に流してるように見えるけど、なかなか絵になるの難しいと思う。まあ、やってみたら分かるけど、ただまあ別にここがふにゃふにゃってなったからって何の問題がある。ちょっと待ってね、ほんとこれテレビの取材とかでレインボーやってくださいって言われたらめっちゃ焦るのよ。焦んねんけど、テレビのカメラの人が待ってくださいとかって言うからもう無理よ。でもほんとに最近は俺のタイミングでやるからちゃんと撮影してくださいねって言う。私は何でも言うこと聞いてて、本当何でも言うこと聞いてた。めちゃくちゃテレビの人いい人もおるけど、変なやつ多いからね。知らんしってな。やらへんか。ちょっと。何でもやろう。オッケー。ボックス開き。もうレインボー何台焼いたかな。最近はね、そこまで。いってらっしゃい。
とりあえず40分から45分やから40分やってみようかな。このオープン初めてやからね。40分見て5分経つか何分経つかちょっと考えます。開けたい。いいんじゃないですか。40分でよかったけど、もう今日は40分でやめちゃいます。これでもっとなんていうのプルプルしてたら45分とかに増やしてもいいのかなと思います。あげたかったね。うん、だから悩んだよ一瞬、お嬢ちゃん多分お嬢ちゃんも考えてるだろうなと思って、うん、でもどう考えても時間がないわ。ステッカーでもあげようかなとか考えてるけどちょっと切りないかと思って、からや。そう、クッキーもないし。クッキーはないよ、冷蔵。あ、そうか。やっぱ柔らかいんだ、うん、家庭用だと。でもあの1個切った時には全然分かんなかった、うんうん、その感じがね。これはこれで OK だよね。うん、今も一応これ動画は全部撮ってる、うん、まず紫勝負やからね。スピードでしかないから。ちょっと焦らせないで。俺やったらもう流し終わってる。全勝。色をつけて。90。これやったら焼き終わってるくらい。めっちゃ黙るよ。ああ、やだやだやだ。一緒よ、本当に。まあ、ちゃんとしてる人も。こうか。え？なんだ。なんだっけ、120か。うん、嘘ついたら思ってる。ほんまに間違えそうやな。あーやだ、ほらもう。もう俺ったら店閉めて帰ってるんですよ、今日は。仕組み終わってんだから。待って、なんかどんくさいみたいになってるやん。そうじゃないんだけど、なんか緊張するやん、ケーキとかって。全然どんくさくないよね。しっかりしてる。俺のよく言う明日なるでが出る。で？やっぱ関西人で150。
せっかちなのかな、なんかよく言われるやん。でも俺よりそっちの方がせっかちよね。ゴジとか何なの、ほらほら、オッケー、そういう、はい、オッケー、あ、よいしょ、ドローンで撮影しております、ドローンで撮影しております、ドローンで撮影しております。これ気に入ってんだけど、あかん、ちょっと待って、これ大事なとこじゃん。どれぐらい大事？何かに例えて大事さを。次、緑。緑。うんうんうん、緑一色？うん。次は？関係ない。もう緑そこだけ。次が青で、その次が紫だ。紫？うん、どうやるんだっけ？紫は青3、赤5ぐらいだ。いやもう好きな紫でいいと思う。人によって紫全然違うもんね。あ、てか私ちゃんとこれ見てやるの忘れた。あの、こういうの見て、いいね、うん、レシピ本なの見てる人おらへん。そこ結構きれいに混ぜて、ハケのハケについてるやつきれいに取るのがポイントかな。なんかあのハケ一回一回変えてもいいけど、めんどくさいやん、一個でやっちゃいます。なんかで赤からオレンジ、オレンジから黄色っていう風なハケの色が混ざることで、なんかパキッとしてない色になるっていう、誰かが言ってたな。ちょっと待って、どうでもいい話してたの誰かが。ねえねえ、あれがないじゃん。何？油？あの紙が。テレビの撮影でレインボーって言ったら逆手でやらされたりするから、めちゃくちゃ大変。オレンジ、オレンジ、いよいよ、コントロールしてるの、うん、それってダメ？コントロールあり？いや全然ある。中心、あ、やだ、目離した隙、流し込むときに、なんかあの跳ねちゃうから、それがあの他の色のところに行くとなんか面倒くさくなるから、そこを神経使うかな。はい、その垂れたりすることをね、タレは慣れ、だれ、崩れよ。劇団四季のやつや。一音落とすものはされ。そういうのにすんの。いいのかな、これで。まあ、人によってこれ黄色ちょっと薄いなと俺は思うけど。もういいか。うん、いいんじゃない。サンリオみたいな色になってる。そしてわかるかな。まっすぐ丸落ちん、これ今なんかコントロールしてるけど、これもほんと綺麗に丸くなるのが難しいので、ね、やっぱスピードなんだよね。いいよ、いい感じで来てるよ。薄いな、うん、ちょっと薄すぎるな。
別に薄くたら、まだ薄いな。まだ薄いな。なんか実際見える虹だって薄いわけやから、なんだっていいな。撮られてると変な汗かくよね。もう俺慣れちゃったけど。ほんと緊張したな。テレビとかマジで何回やった、何回かやって。ああ、マルコントロール。俺のと全然やり方がこれ違うのは、流しながら丸くしてるところかな。俺はもう真ん中に基本落として、丸くなるようにしてるけど、上手に丸く今ごまかしたな。回らせないでちょっと。いやそれができひんのよ。普通はね。俺も変な時はそうやって丸くやるけど。変ちゃいますか。青も薄いな、うん、チーズケーキのレシピもいろいろやれるからね。マンバターもそうやし、フルーツ挟むのもそうやし、ロータス、ゴルゴンゾーラ、スフレ系のとかも全部で動画に出していってな、レシピと。もう本買ってくれたら一番。ね、私はさ作ってる時さ声かけないやん。なんでこんなに話しかけてくるの。私作ってる時集中してると思うから全然声かけなかったの。いや全然俺喋ってもらって大丈夫。なんで私の時喋るの。もうなんでいろいろレシピ、チーズケーキのレシピいろいろ出したいなと。あとまあご飯な。あっ、チーズを使った。いやね、ほらだから話しかけないね。めちゃくちゃ青が飛んだよ。何で？それか。あ、うん、ガチャガチャって混ぜたのか。ほくろみたいになった。これ後で取れるから。まあだからこういうこともあるから、これをどう処理するか。でも、レンボ自体は綺麗からな。え、いいんじゃない？これ、コントロールできてんだもん。いや、でも飛んじゃった、最後。あ、それは取れんじゃん。これと全然違うやり方。コントロール系レインボー、うん、でこれ力技やからね。 OK、 どう、うん、いいと思う。あとこのちょっと点々と飛んじゃったやつ今から取ります。うん、まあね、これ綺麗にまあレインボーできてるけど、こうやって丸くならないこともあるのよ。その虹がグニャ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 ってなったら、まあ、それはそれで味があるからね。今青が飛び出てるところがあると思うんで、分かる分かる分かる。直そうとすると結構歪む、歪むけど、まあ切れば大したことないから、とりあえずこれぐらいならもう全然綺麗かなと思います。まあ俺の凄さが、まあ、より凄かったから。だってこれ初めてだよ。確かにそうだな、初めてでこれならうまいよ。なんか小学生の子も上手に作ってたよな。確かに確かに、あれはすごかった。まあなんか お子さんとやっても面白いんじゃないかな。別にビニャビニャってなったってな、切ったら全然わかんないですよね。本当にわかんない。あんまりいじらんほうがいいのだからね。あ、こうしてね、これぐらいでいいよ。あんまりも
ナイス。ナイス。